はい、皆さんこんにちは、レトスノです。昨日なんですけども、お客様からメールでお悩みの相談を受けました。で、その内容っていうのが、多くの方が、抱えている悩みだと思いましたので、ちょっとこの場を借りてですね、皆様と共有させていただきたいと思います。で、ちょっと具体的なところまで踏み込みたいんですけれども、まあ、弊社のやっぱノウハウとか、お金いただいて個別指導を受けている方もいらっしゃるので、具体的なところまでちょっといけないんですけれども、ぜひですね、この動画でちょっと気づいていただきたいと、思います。で、何を気づいていただきたいのかっていうのを今からちょっとご説明していきますね。で、ちょっとメールの内容なんですけれども、いろいろとエールをいただきありがとうございます。試験が終わり、何か緊張の糸が切れたみたいで何も手につかない状態です。勉強しようと思うのですが、今何から手をつけたらいいのか分かりません。夜分遅くにメールしてすいません、よろしくお願いします、っていうメールなんですけども、この方は悩んでいるところっていうのは、何から手をつけたらいいのか分からないっていうところなんですね。で、これ意外と多くの方が何からやったらいいのか分からないっていうのは、多くの方の悩みだと思います。これについては、過去問であれば別に何からやってもらっても構わないです。宅建業法からやってもらってもいいですし、権利関係からやってもいいですし、税その他法令上の制限どこからやってもらっても構わないです。ここで言いたいのは、この何からやればいいのかっていうのは重要じゃないんですよ。そこに気づいてもらいたいんですね。何からじゃなくて、どのようにやっていかないといけないのか、こっちに焦点を当てて悩んでもらいたいんですよ。悩むのであれば、合格するためには解決する点っていうのはいっぱいあるんですね。もう細かいことまで言ったらもうすごくあります。その中で皆様は時間が決められています。今からですと、今11月なんで、あと11ヶ月ぐらいですね。もうちょっとあるかな、11ヶ月ぐらいありますと。その中で、いろんなものを解決しながら、実力を上げていかないといけないんですけども、ちっちゃいところを解決してもあまり変わらないんですよ。大きなところを解決すれば変わっていくんですね。今回の何から勉強していったらいいのかっていうのはちっちゃいとこなんですよ。つまりここに悩んでいる時間がもったいないんですね。悩むべき点はここです。こちら、つまりまず視点を移さないといけないんです。悩んでいるところを変える、これが一番最初なんですね。言いたいのは、多くの方が悩んでいる内容自体が間違ってるんですよ。間違ってるって言い方はあれですね、悩んでいる内容自体がずれている。そこを解決してもそれほど実力上がらない。なんでこっちにまず視点を当ててくださいっていうのが第一歩です。これがどのようにの部分なんですよ。どうやって勉強していったらいいのか、これが勉強の仕方、私がいつも言ってる勉強の仕方なんです。この中にもおそらく、おそらくっていうかいろいろあるんですよね。課題というものが、これを解決していくことによって大きな成果が生まれます。こちらは解決したところでそれほど大きな成果は生まれません。であれば、こっちを解決すべきですよね。なので、皆様はどうやってやっていったらいいのか、一つの問題を見た、問題解こうとした、普通に問題を読んで解説見て次に進むではなくて、おそらく多くの方は何も考えずに進むんですよ。じゃないんですよね。細かいことはちょっと言えないんですけれども、もう、個別指導で有料でお金をいただいている方がいるので、具体的には言えないんですけれども、その問題を見て、何を考え、何に焦点を当てて次に進むのか、こういったところを考えたりですね、一日の勉強の流れっていうものをどうやってやっていったらいいのかっていうのを考えたり、そういったところを、これからですね、考えてもらいたいんですね。まあ、後々ですね。まず、今回の動画で伝えたいのは、焦点を変えてくださいっていうことなんですよ。今やっている、今抱えている悩みを解決したら、本当に実力は上がるかってところなんですね。合格に、大きな一歩となるのかっていうところが非常に重要です。なんで、ぜひですね、何かじゃなくて、このどのようにやっていかないといけないのかっていうところに焦点を当てて、日頃、悩んで
解決していっていただければと思います。で、個別指導ではもちろんですね、この重要な部分、これをもうこちらに焦点を当てて皆様にお伝えしていっています。詳細はですね、上の緑のバーの方、上緑のバーで個別指導で効率的な勉強法を教えますというところありますので、そちらの方に概要が載っています。なので、そちらの方から興味がある方はご覧ください。で、ご質問何かいろいろ相談があるっていう方はですね、お問い合わせボタンも、ホームページの左上ですかね、お問い合わせボタンありますんで、そちらの方から、直接メールアドレスもありますんで、ご連絡いただければと、思います。ぜひですね、今年、皆さんに合格していただきたいと思いますんで、ぜひですね、頑張っていただければと思います。